久保さん生き残り方にしましままょうか、まあ確かにねどう生き残るかって大事ですね。で確かにその、まあ、生き残ってるけども、うん、ずっと労,労働して労働からしか収益が上げられない給料をもらえないっていうことでやってたらまあねあの例えばまあ,あ分かりやすい直近の事例で言うならばコロナで倒産した、うん、どうするっていう話ですよね。 今まで僕は飲食店でしか働いてこなかった。じゃあ今飲食店に再就職できるのかっていうと、飲食店に再就職できるのは非常に難しいと思いますね。でもちろん立地を変えればいけるかもしれないですけど、そうすると家族がどうのこうのとかね、あのいろんないやあの住む場所どうすんだとかね。でも僕なんかは別に住む場所どこでもいいし、どこでも仕事できるし、どこでもいいんですよ。 別に本当にかんあの僕のコンサル生でマレーシアに住んでる人いますしあの今回ね、そう久保さん y o u t u b e ー、まあ、アカデミーっていうのを売ったんですけどタイ,タイに住んでる日本人の方が入っていただきてしかもねこれもねすごいんですけどその初,初なんですよだから直近ですぐ知ってすぐ決済してくれたんですけどなんかすごいですよね <laughs> ちょっと嬉しかったですね。やっぱ距離ほんと関係ねえなってしかも今までその僕の商品をそんな、一回も買ってないんですよね。で直撃で買った、今回その、入ったんですけど。すごいなっていう。うん。だからまあ、あのー、ほんと距離関係ないですから。だからタイにいる人にも売れるんですよ。<laughs> <laughs> まあ、海外に住まわれてる日本人の方は結構いると思うんですけど。まあ、日本人だから、日本のなんか調べてるでしょうね。 うん、だからね、まあ、あの生き残り方って大事かなと思いますね。攻め方よりどう生き残っていくのかっていう、どんなことやって生き残っていくのかっていうのがね。だからその、お金を稼ぐっていうことは、生き残ることとイコールだと思うんですね。もちろん自給自足するんだったら別ですけどもね。お金を稼ぐっていうのは、生き残るっていうことなんですよね。なんかそのお金を稼いで、の自分の、ね、欲を満たすっていうのももちろんあるんだけども、 前提条件としてお金を稼がなければ生き残れないっていうところはあるので、じゃあそのお金をどう稼ぐのかっていうところは真剣に考えればいいかなと思いますね。本当に。ありがとう、インターネット、いってらっしゃい。